沖縄グッジョブ応援団プレゼンツ。今日も 今日もじゃないな、今週もやってまいりました <laughs> 今日も、グッーチャーの時間でございます <laughs> いきますよ、はい、さあ、はい、この番組は、はい、ピエロのファンキーとけん、はい、ちゃんこと、浜ひがけんちゃんがお届けするあらゆるすべての、もろもろのいろいろな、壁もこくりも取っ払って楽しく素直にお届けする 人間参加の番組です。みんなで作っていきましょう。今日も。グッジョーン。ということでね。上手にできたのか、できなかったのか、よくわかんないですけど。けんちゃん。なんか入ってきてない。入ってきてる。もうね。どうした。 先週の土曜日、あ、早く聞いてちゃんと。毎回聞くのあるじゃないですか。一週間どうでしたか。あっという間。あっという間で、ありがとう。これよあんと、なんか始まらん、始まらないですよね。始まらない。ちゃんと。ちゃんとね。そう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 。それで。そう。土曜日。ちょっと待って。はい。ゆうちゃん来そうだから、ちん近くに置いといて。土曜日なん。土曜日グッジョブフェスタがあったじゃないですか。はいはい。そこね。 浦添の島袋さんっていう高校1年生がいたんですよはいその方高校1年生なのにもう「肩」とか言っちゃいますよねもう肩もうもう兄貴先輩みたいな高校生にケンちゃんが言っちゃうもう思っちゃってなんでかって僕のプライドなんかラジオ番組作ってんさ。 高校 1>, 1年生あの子,あの,子、うん、あの方びっくりファンキーさんももう師匠って呼ばんそろそろ <laughs> <laughs> そ私プライドあるもんでく <laughs> もう僕は牛のゲップからでも学ぶタイプの人間、えー、少しのゲップねいや本当にすごい方でなんですんあ,あの時出会ったのあの時出会って、はい、あのビデオ大きいかっこいいビデオ持ってきてたビデオカメラね、はい、あこれどっからっていうかいやウラソイ商業 高校に行ってて、もともと学力とかは本当に進学校も行けるぐらい学力あるんだけど。はい、で、が、勉強ばっかりする高校時代もどうだろうと思って、はあ、商業高校行って。あら、そうなの。っていう面白い。っきりどっかの進学校のことしか思わなかったですけど、ラジオ番組聞かしてもらったら。うん、商業高校行って。す言いますね。<で>うん、あのラジオやってるんですよみたいなの聞いたら。<ー>何この感情も込めて、ちゃんと喋ってる。うん おじさんまだできてないけ <laughs>、ね、ンちゃん必死にあ,のあ,のある方に話しかけてるんですけどジオの前の皆さんは誰に話してるのかよく分かんないっていう今日、まああのゲストの方いらっしゃてま,いたいたまず私じゃなくてその方の顔ばか見てけンちゃんは今必死に話しておりましたけどはい、はい、今日はですね、はいえー、ゲストジョブカフェという、ね、<お>就労支援の,、はい、あのカフェなんでしょうかね。 これは。カフェの店員さん。カフェの店員さんなんでしょうな。あ、宮城理恵さんという方に来ていただいております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさいね、宮城さん。あの紹介する前に、けんちゃんが一方的に宮城さんには。いや、顔向けるからついね。おしゃべりしないと。素直だからさ。ごめんなさい。素直にお届けしちゃう。そうそうそう。 宮城さんはなんとリエちゃんと呼ばせてもらっていいですかねリエちゃんカフェの店員なんですよねカフェはカフェでもカフェはカフェでもジョブのカフェですジョブジョブお仕事のあのサポートをしている施設なんですね沖縄市の沖縄市にある沖縄市の中央パウカベニューにありますはいはいこのあのちょうど F.M. 小座の,小座の、うん、並びですね。そ問の近くにのりますよね。はい、ね。そう。これジョブカフェ、街の就活スポットっていうのに書いてありますね。はいすはい、はいはいこちらの方でリエちゃんはあ就労支援員っていうのをやってますね。<あ><あ>就労支援員を。 はいまあ時々はコーヒーを入れたりもしますが先週ねあのスタートアップカフェからねカフェコザからねいらしてましたシムぶくろゆうたかさんあっちもコーヒーを出すわけじゃないって言われてちょうどカフェも別にコーヒー出すわけじゃないけどはいコーヒーを出すわけじゃないセルフで飲んでいただけます本当に飲めるんですよね本当ですよいかんといけたまには寒いのでちょうどいいかと思いますね でコーヒーを飲みながらでもちょっとゆっくりしながらここちらでではどんなことを、はいえー、とそうですね、うんあのー、もちろんお仕事に就きたいという方がこうキャリアカウンセリングというかこうちゃんとあの国家資格を持ったキャリアコンサルタントが2名在住してますのでその,あのキャリアカウンセリングを受けたりあとあのこう何かもうこうお仕事をしたい 応募したいところが決まっておられる方はのあの応募の書類とか面接対策とかあとも自由に求人の検索をしていただいたりとかパソコンを使っていただいたりとかであとですねあの職場体験とかもこの沖縄市の近郊の,あの協力企業さんが100ぐらいありましてそこでうんあの見学から。 あの三日ぐらい、最長三日ぐらいなんですけども、職場体験、さまざまな種類の職場がありますので協力していただいているところで、あのしていただくこともできます、うん。なるほどね。お職場体験ってなかなかね、大人になったらできないですよね。人のところさせてって言いにくいですしね。そういうご協力してくれる企業さんも、そうなんです。本当ありがたいです。ね素晴らしい。 またなんかホロホロルームって書かれてますけど。そうなんですよ。<お>これがまたすごくあれなんですけど、おか、うん、あの子育て中のお母さんたち。うん、あのー、保育園が決まっていなくて、うん、お子さんを連れての、こう就職活動というのはなかなか難しいですよね。難しいですよね。ええ、うんね、それであのー。うん 就職活動中の利用三時間無料ということで、うんうん、あのー、保育所が無料ってこと。あこの託児所です、ね。託児所、はい。託児所。あ、もちろん、あの、私たちのジョブカフェの方も登録も利用も無料なんですけれども、はいはい、で、その、託児所の方も。あの、三時間は無料で、うん、この、あの。私たちのジョブカフェの相談を受けていただいたりとか、面接に行って行く場合とか。あ,と、まあ、あ面接の時も。はい、求人を見に、こう、ハローワークに行ったりとか、あの、行く場合も。お,<ー>お子さんを。 預かってっていう形で。ね、ね、おば、おばに預けようと思ったら、おば忙しいとかなった。すここに預けて助かりますね。システムがあるなんて。知らなかった。しかも、この、えっと、ホロホロムルームは、あの、ちゃんと、あの。保育士の資格を持った保育士がちゃんと常駐してるんですね。常駐なんですね。そう予約とか必要なくて。あ、今日行こうっていう。ちょっと予約はやっぱり。たくさん人気が人気があるから。そうです。 やっぱり人気があるんだ。うんはい、分かる人は使ってるんですね。そう、使ってるんです<ー>あ。なるほど、分からないと損よね、本当。そうだね。で、例えば、あの、応募書類とか書く時も、はいはい、家でこうパソコンがあっても、はいはい、なかなかほら。うんうん お子さんが、ちょろちょろしてたら、集中できないんですよね。でも、その場合も、こう預けて。あの、私たち2階あの、ジョブカフェの方で、あの、書類を作成したりとかする時も、お子さんを預かって。預けて、利用することができるので、すごくいいなと思います。あの、自画自賛ですけど。なんか、スーツレンタルっても書かれてる。あ、はい、スーツレンタルも、まあ、ちょっと、あの、お子さんを産んで。 サイズが合わなくてっていう方とかそうですねそういう方とかにちょっと大きめもあるみたいなちょっと大きめもありますちょっと大きめの方が多いかもしれないですそうなんだねすごい面接行きたいけどスーツないもうどうしようそのまま行くかって思った時にでも数とあのサイズにまあ限りではあるんですけどはいご利用いただいてますなるほどね あのリヤちゃんはこのジョブカフェの店員さん店員さんじゃない店員さんじゃない店員さんになられて長いんですか。えっとですね今えっとこの今2年目ですねそろそろ2年目ですねはいその前は学校の先生とかしてた感じに見えますけどじゃないんですけど学校でこうあのキャリア教育というあのそういうキャリア教育はいのお手伝いをしていました。健ちゃんと一緒だったか。キャリア教育はい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 。 なんかキャリア教育コーディネーターをなさってた。あ、そうですね。はい、高校で。高校で。どんな感じの？えっと、教科とこのあの社会のつながりとか、でもまああの私は根本的にはやっぱりその人らしい生き方っていうところがキャリア教育なのかなと思っていたので、今のあのこのジョブカフェのお仕事ともすごくつながっているかなと思っています。その人らしい生き方。ね。いいですね。 この,じゃあその前職のキャリア教育のお仕事をする前は何だったんですか前は、うんまあ、いろいろあるんで,でも、うん、いやいや主婦とか、うんうん、主婦の時代もねかったですね主婦の時代、はいうそうですね、主婦時代長かったですか、はい、でも楽しかったですねそれも、はい、そっかそっか この主婦の時代を終えた後にこのキャリア教育に入ってきたとにもともとね,ね,、まあ、ね教育の仕事とかもついたことがあったということとやっぱり子育てとかをやっていながら、うん、いろんなことやっぱりねんか専門学校とか大学とか行って高校出て教育を 大学で教職の免許とかを取って少し学校であの教職に就いたこともあったんですけど先生やってたんですねじゃあでも本当と少しですうねえにえちゃんね先生いそう先生にそうそうですねなんか何でも相談できる先生いるさあ学校にねなんか何でも大丈夫って言ってくるじゃあ大丈夫先生がいいって言ってらいいかみたいなね同じ大丈夫じゃけいちゃんの大丈夫とちょっと違う大丈夫

はいありがとうございます,、はい、いますカオルちゃん<ー>からケイちゃんどうするこの後どんどん突っ込んでいっちゃうリエちゃんの話をケイジの話で <laughs> いいですけど <laughs> <laughs> どこで振るのか難しいでしょう <laughs> まずメッセージからいきましょうねはいます、はい、さあいきなりいきましょう今日も グッジョブ、いきなりきたね。お茶の間の皆さん、セイクさん、今日もグッジョブ。よろしくお願いします。メッセージありがとう。リエちゃん、今日も。あ、グッジョブ。ちゃん、今日も。グッジョブ。さあ行きましょう。どんな料理。 前田かおるちゃんありがとうございますかおるちゃんいつもありがとうかおるちゃんなんか今日フェイスブックのなんかの診断したら全身エロエロってな出たって言ってました、ねえー、<laughs> 本当に色っぽいかおるちゃんかおるちゃんからのメッセージ <laughs> ファンキーさんけんちゃん今日も楽しくてお勉強になる話<ー>楽しみにしてますとねのっけからプレッシャーをかけてきてくるんですけどもかおるちゃんありがとうございますお,<ー>おもういつ来てるなるほどおば こんと、お、みゆ先生。このお二人ね、先週もいただいてたんですけど、読めなくて本当に申し訳あり。ユン、はい、先生、こ、は、先生なんですね、現役のね。え、こんにちは、今日は寒いですね。あ、寒いですね。あ<い>、<laughs> 寒い寒い。私も声がガラガラになってます。あら。あら。口分運動。ラジオからの発信、うん、お疲れ様です。ジョブカフェというのがあるんですね。はい、はあ。就労支援でいろんな取り組みが。 あるんですね。はい,はい、いつでもどこでも何でも相談できる環境っていいですね。っはい、仕事は大切ですが、何があるのかどうやればいいのかわからずにいる人も多いと思います。うん、こんな支援をしてくれるカフェがあり、相談できる環境があったら助かります。はい、いっぱいアピールをして不安を取り除けたらいいですね。はい、今はキャリア教育が大事ですから、はい、えー。みんなが自分に合った仕事が見つけられますように。<お>では。 また来週今日もグッジョー。トキトウルさん、ビーエム先生ありがとうございます。ありがとうございます。いますねいつも締めていただいております。いも,もうビーエム先生がね <laughs> 全部締めてくれる。今日はもういいですよもうあのいい感じの話してもらって。<laughs> 寒いし喋らんこうねもうね。<笑><笑>喋っていいじゃん。放送事故だから。熱が熱が逃げるけどだ <laughs>。熱にね。何秒黙ってたら放送事故なんだけど正木さん。十秒,秒なんだ。そうですよ十秒。 そう十秒シートしたら放送事故なんでやってみるじゃ九秒やってみる九秒やってキャバっくちゃんやるね勇気ないなせっかくねリエちゃん来てるからそうリエちゃんの話ねリエちゃんね先生だったんですねそうだそもう昔昔ですけどね昔はいはい ほんと朗らかな温かい先生だったと思いますね。わかりますよねね見てると先生やってもうすぐ結婚して主婦になったんですかでもその後少しやっぱりちょっと社会人の経験もしたいなと思って社会っていうか会社の経験もしたいなと思ってこちらの沖縄に来る前は英語関係の仕事英語関係のうしていました。英語 英語関係の仕事ってどんな関係ですか。まあ、突っ込んでて、突っ込んでて、落ちてちゃう。そう、え、そうですね。英会話を、あの、英会話学校を経営する学校の、まあ、会社、あ、会社で働いていたり。したんですね。はい。このアメリカ人の方の英語が好きなの。え、そうなんで今も全然ですけど。はい。そう。 あの子供の頃から英語は好きだったんです。子供の頃から英語は好き。子供の頃からって、英語経営する年代ですよね。うちらね。あ、そうかもしれない。なのに英語が好きだったってのはどういうことなんですか。なんか私、あの、すごい。和歌山の田舎の出身なんですけど。和歌山。和歌山。和歌山。どれぐらいなんどれぐらいなんか。和歌山。和歌山。 わかー山の牡蠣っていうのねわかるすごいイエーイ内ちゃんの二人が盛り上がってるわからんうちの中からん鼻も取れるけんちゃんけんちゃん大丈夫鼻水出てるよかせひってるんだ申し訳ない今日リエちゃんがティッシュもティッシュをいっぱいティッシュティッシュ。本当だあ、ティッシュありがとうございますジョブカフェのティッシュもらっちゃったジョブカフェってティッシュそう やっぱりこういういいことしてるのをね、うん、あのこういうところでやってますよっていうのを知らせないといけないから、ね。うん、こういうのも大事ですよね。知らせてくださいね<ー>そうでで。和歌山の柿はいいんですけども、片山で。片山で育って。うん、そうなんです。でもあのーうん、ほら。 あの祖父があの時代にしたら結構海外旅行が好きでいろんなところに行ってたんですね。でハハイイカカララささんんになりますよねで,、うん、でそこからよくこう外国の絵はがきとかをいつも送ってくれてここはこんな人たちがいてこんなふうにやってるよとか。はい、あの 一番なんか印象に残ってるのはこうアメリカの大学に行ったみたいでそれでおじいちゃん,おじいちゃんがのただ見学ですよ見学に行ってそれですごくあここの学生は一生懸命勉強してるよってなんかその一言がすごく印象に残ってアメリカとかってすごいねこうアカデミックなイメージがあったのであ英語を話せるようになって自分も行ってみたいいと思いますおじいちゃんの影響で英語をやりたいと思ったわけでね。 おじいちゃん、面白い人なんだね。面白い人でした。すごはいはい。沖縄のおじおばも面白いですよね。英語で言えばね。英語で言えばアイスワラって言えますか。アイスワラ。サンドビーチシャープ。ショップじゃないよね。シャープって言うからね。本当アイスワラ。セブナップ。すごい。できる。セブナップっていう。これセクションあれ。ティッシュ。します。 いそういえばメッセージがまたあ久松さんから来てます久松さんといえばはい、はい、あのあ<ー>市役所の鹿島市。 え、こんばんはラジオお疲れ様ですえ、1月19日に出演させていただきましたかしまし娘の久松です <laughs> 以前合同企業説明会の周知をさせていただきありがとうございましたえ、おかげさまで無事に終えることができましたまたご縁があれば娘3人で参上いたしますありがとうございました今日のゲストはジョブカフェの宮城さんですよね 楽しませてくださいと。ありがとうございます。友達なんですね、泉ちゃんとね。今日会いました。会いました。はい。最近。泉ちゃんももううるさいうるさい。うるさいうるさいうるさゲストに向かって。市役所の地下でね、飲み屋さんやってるらしいですね。あれ誰だった？シロさのママね。シのママと泉ちゃんと。泉さん。 ヒガさん、ね、三名で来てくださってね、拝見しましたね。一応公表していいのかどうかわかんないですけど、あの三人はラジオ番組後にあのチームを結成したんですよ。ええ、どんなチームですか？え、グジョブガールズです。ガールズなんですかたらあくまでガールズでと。あじゃあユエちゃんもユエちゃんもじゃあグジョブガールズだからね。四名でね、四名で、四名体制で。はい。なんか歌使って。 作って。作って、じゃあ、お願いします。え <laughs> <剣長>、そう。けいちゃん、なんでもやれるから。働くって。パ <laughs> クリだろう。<laughs> はい。ね、えー、理恵ちゃん、ごめんなさいね。<laughs> もうこんな、どっちゃらけな番組で、ね。でも、その人らしい生き方。はい、あ、きた。素敵。今日、今日、僕、響きました。人らしい生き方だ。 そう僕もキャリコンのお仕事させていただけるとき何が好きってよく聞きます幸せってなんだろう宗教かって言われたりね言われるそんなこともお友達と話してる時こんな面談で話したりするよとかいう話をするとそうね 大事なことですよねせっかく生まれてきたんだからねエロでいきたいですそうですねなんか怒りのスイッチを押した違う違う違う今力が入ったそういう時は今日もグッジョブちっちゃいグッジョブも使えるようになってる大きいだけじゃないんだいろいろやり方ある グッチョムの使い方ね今までやっぱり力が入ってるグッチョムばっかりだったんでああそうですやっぱりえちゃんの影響あるよ落ち着いたりえちゃんの包み込まれたね優しいグッチョムもありだね今日もあれエコー聞いてた今聞いてた

どう <laughs> だ、あれ <laughs> <laughs> <な>、嫌だ、嫌だ。本当。<laughs> 何でもやってみたいもんね、けいちゃん。生きてるうち、何でもしないと。い経験したもん、がちですよ、ね。そうだねそうそう。やりたいこと、やってみよう。<laughs> リエちゃんもさ思うよね。そりゃこんなに笑顔でね、あの楽しい。楽しい。ありがとう。よかなんかあんまり見ないからねこんな顔はね。ね左見たら赤い鼻つけて。でも前から友達ね。前から友達だよね。前生で。そうですね前生でまた今日なんかそういうのに話を持ってこすなんかそんな気分寒いから。寒いからね寒いとそうなるよねなんかね。なんかいろいろ考えちゃう。 寒い時にはねちょっとじっと人生見つめ直してみる時間にするのもいいかもしれないですよね寒い時だからこそ寒い時だからこそ冷えちゃうあるよでもあのこの女性だしねお母さんだしそれはこんなにねあほがらかな笑顔されててもいろんな辛い思いもあったのよねえ本当ですねそれを乗り越えてこんな素敵な笑顔今日も

ゆうちゃんのとこ遊びに行けるからこれから放送前にちょこっと遊びに行くとかねできる距離なのでねカフェですからね,ねカフェには,にはそうですね、はい、さあこの番組のスポンサーをご紹介させてください、はい、リペアボックスプリントショップエレメンツジョイメディア沖縄健康サウナチューブ内張り琉球酒豪伝説 ダイニングシュースポンサーの皆様今日もグッジョーありがとうございます皆様のおかげで頑張らせていただいておりますご期待に添えるようにはい日々修練ご修行させていただきましょうチーンチーンってあおりのつもりだったおりのつもりチーン 焦点。焦点。これ使います。お、ジーン。コメディー。自由だな。余分な。ジーン多いね今日ね。無駄に多いね。大丈夫。いや、えんちゃん。はい。人生に無駄なことはない。すべては必然。はい。何か困ったことがあれば。はい。ジョブカフェ。はい。リエちゃんの笑顔を見にぜひ行かれてください。特に子育て中のお母さん待ってます。はい。 子、はい、供もお預かりします、はい、お預かりしますでそろそろ元気なくなったファンキーさんにはケンちゃんねそろそろ飲みに誘ってくださいはい、はいはい、ということでお時間になりました今日もグッジョー